はい、どうもこんにちは、姉音モーター赤崎蓮香です。こんにちは。ということで、本日始まりました。あれ動いてない、あれ私が固まってる、これもしかして。ちょっと待ってね。はい、あ、動いた。 J リーグ名古屋グランパス対セレッソ大阪、こちらの、リアルタイム戦術解説同時視聴やっていきますのでよろしくお願いします。ということで、皆さんこんにちは。高文さん、宇佐藤さん、こんじきさん、こんにちは。傷が癒えないままお邪魔します。2連敗からね入る名古屋グランパス、結構ね厳しい試合に今日もなるかとは思うんですけども、まあ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 大丈夫だと思うんですよね。特に、前節まあ川崎フロンターレとの2連戦の2試合目悪くはなかったので、まあちょっと不運も重なって負けたんですけども、まあまあまだね大丈夫だと思います。今日は無料放送ある、あ、テレビ放送あるんだ今日。BS かどっかでやってるのかな。でもしダゾーン入ってない方もいらっしゃったら他でもやってるっぽいので、ぜひそちらも見ながら、ね、一緒に楽しんでいただければと思います。勝ち点欲しい。いや、グランパス今日勝ち点もぎ取らないとまずいですね。さすがにあのフロンターレの優勝が本当に 今時点で 90% ぐらいあるからね、私の中で。あとグランパスとマリノス、あとヴィッセル、この辺りが勝ち点ポロポロ落とすようなことあればもうほぼほぼフロンターレが決まってしまうっていう感じです。あ、高野さんいらっしゃい。鳥栖対広島は0対0、もうそこ引き分けたりしたらもうフロンターレ喜ぶだけだからね、もう困ったことやで。あ、今日地上波でやってるんだ。さあ今日は、まあ、この試合もそうなんですけども、あ、よろしければあの忘れないうちに高評価ポチポチポチと押してってください。お願いします。忘れないうちにどうぞ。あとチャンネル登録まだしてない方はぜひぜひお願いします。でですね、今日はかなり長丁場になります。まあ、連続配信ではないんですけども、まずこの15時からの、名古屋グランパス対セレッソ大阪で、18時から、ガンバ大阪対川崎フロンターレで、まあ、J リーグ2試合ありまして、その後、23時15分バルセロナ対アトレティコ、ラリーガですね、バルセロナ対アトレティコ、そして日付が変わって1時半からマンチェスターシティ対チェルシー、今日は4試合配信を予定しています。まあ、特にバルセロナ対アトレティコ、これはもう優勝を決めるかもしれないっていう一戦になるので、もう大注目の試合で、マンチェスターシティ対チェルシーもマンチェスターシティがこの試合勝てば優勝が決まります。プレミアリーグ優勝、まあほぼほぼシティの優勝は決まってるとは思うんですけども、まあ実際に、まあ、その時点で決まるという感じですね。イカマリネさんいらっしゃい。今日はサッカー三昧ですな。そうですね、いやー久々に海外サッカーがいい時間帯にやるので、まあ、ガンガン配信していこうかなという感じですね。ということでよろしければチャンネル登録と高評価お願いします。高評価ありがとうございます。高文さん、過去の成績グランパス24勝セレッソ13勝引き分け6つ、グランパスだいぶ部がいいということですね。さあそろそろ試合開始なんですけども、スタメンの話全くしてなかったね、してなかったですね、申し訳ない。まずグランパスから、まあ元々の 4-2-3-1 にとりあえず戻してきたというところで、山崎と柿谷ですね。結局斉藤学は今日はベンチスタートということになりました。で前田もベンチスタートで、相馬が、まあ、今日はスタートから入っているよというところですね。
まあ、前節どうしてもフロンターレ相手だと守備的にならざるを得なかったということで、スタートから 4-1-2-3 使っていて、で相馬ではなく前田を使ったというところで、まあ競り負けたと。でこの試合はとにかく勝ち点3が必要ということで、まあ元々の 4-2-3-1 で、まあ、とにかく先制点を取りたいという気概の表れでしょう。あ、カイトさんこんにちは。今日は現地にいるのかな。カイトさんいらっしゃいませ。ね、忘れないうちにぜひ高評価お願いします。で対するセレッソなんですけども、大久保が、まあ、前回怪我、筋肉系統の怪我をしてしまって、今日はベンチ外、メンバー外ということになってしまいました。で、まあ、今日も 4-4-2 ということで、中島がスタートから使われてますね。で実際どういう風になるのか、坂本右サイド予想ですね。ダゾーンはまあそうか、藤田がインサイドハーフか。まあ、この 4-4-2 というフォーメーションなんですが、まあ、注目選手、まあ、各チーム1人ずつ挙げるとしたら、まずグランパスはマテウスと言いたいところですが、前節途中交代して出てきて結構攻め上がりでうまいこと見せた森下、右サイドバック森下がちょっと私の中では注目かなと思います。まあ、守備の面でね、別に成瀬悪かったわけじゃないんですけども、まあ、より攻撃の部分で森下の方が目立っていたというところがあったので、まあ、今日も、まあ、アシストというか、まあ、いい活躍してほしいなと思います。でセレッソの注目選手は、17番坂本。この選手私前回かな、ガンバ大阪との大阪ダービーで初めて見たんですけども、かなり足元のテクニックでトラップコントロール時の、まあ、足首の柔らかさがあって、まあ、結構まあポテンシャル高いなと思いました。なので注目です。というところで前半キックオフ、そう J2 ね、大宮アルディージャが最下位なんだよね。おい J3 まっしぐらみたいな状況になってて大丈夫か。今日相馬が無双しそう。どうだろうね、左サイド多分松田陸が、まあ、相馬にまんまくつくと思うんですよね、ここを抑えるために。まあ多分ウィングに対しては両サイドバック、セレッソの両サイドバックがまんまくつく形になるんじゃないかな、ある程度。で清武、坂本がどれだけ吉田と森下を抑えられるかっていうところにかかってそう。まあ、吉田豊に関しては、まあ、そこまでクロスがとかと前の突破が武器ではないので、まあ、ある程度坂本がライン高く設定できるのかなと思うんですけども、問題左サイド、清武、森下結構上がってくると思うので、まあ、ここでしっかり止められるかどうかっていうのも結構注目かなと思います。んでもパッと見た感じ清武トップ下にいるのかな、これもしかしたら 4-4-2 じゃないかもしれない。豊川ワントップ、中島と清武のツーシャドウの可能性ありますね、見てると。でセレッソこのセンターバック2人、ダンクレーとチアゴ、まあ、ここは跳ね返す力強烈ですね。ここは強烈。ただベンチには瀬古が戻ってきていて、まあ、ここでのポジション争いというところは結構熾烈になるかなと思います。まあ、瀬古に関しては結構夏での海外移籍とかの可能性があるので、まあ、補強したのかなとは思いますけども、どうだろう、セレッソの形。ちょっと清武が結構右の方にいたりしてるので、もしかすると 4-2-3-1 もしくは
まあ、4-3-3型なのか。いやでも奥野と藤田はいつも通りセンター、ああやっぱ4-2-3-1っぽいですね。中島が左のウイングにいるのかな、おそらく。清武トップ下っぽいな。豊川ワントップ、中島が右左のウイングで清武が右のウイングかな。いや違うな、やっぱり清武トップ下で坂本が右ウイングの形、同じ4-2-3-1ぶつけてきた可能性が高い、あるありますねこれは、うん。さあセレッソ、ここでコーナーキックのチャンス、ツインタワーが来た。ここは跳ね返す。多分清武トップ下っぽいなこれ。まあ4-4-2捨てたかな、セレッソはこれ。まあ捨てたというか変えたというか。さあちょっとセレッソがちょっとフォーメーションをいじってきているスタート。まあ結構流動的になってるのかセレッソ。あんま4-4-2っていう感じじゃないですね見てると。セレッソはちょっとストラップ流れた丸橋、清武田から縦丸橋、ここ切り返して、さあチャンスヘディング、ここ流すがブロック。ちょっとグランパスの方がセレッソの変則的な、まあ、スタートの位置でちょっとちょっと戸惑ってるかなという感じですね。さあここで藤田のロングスロー。おお、ここをロングスロー対応する選手いないね。ここはフリーにロングスローさせる。あ、いいボール。ただここはうまく跳ね返した。ガンバの予想、まあ一面かな結構。あ、矢島中世城に井出口。あ、4-3-3の予想か。で、やっぱり宇佐美使うんだね。チアゴアベス。まあ多分中世城がアンカーの井出口と矢島のインサイドハーフかな。で、スリートップ、レアンドロ・ペレイラのワントップに左宇佐美、右宇佐美、左、あ、右、左宇佐美、右チアゴアウベスか。やっぱり宇佐美使うんだね。地上波画質悪すぎて FIFA2013 です。マジで、なんで地上波そんな画質悪いの。やっぱりセレッソ4-2-3-1ですね。清武が4-4-2ブロックの時右に入ってるので4-2-3-1ですね。で守備時4-4-2のブロックっていう形です。はい、変えてきましたね。まあやっぱり清武はあんまりねサイドハーフに使うべきじゃないと私は思っているので、そもそもが。まあ、大久保が怪我で離脱したっていうところで、まあ、2トップ使えないという部分を考慮しての、まあ、フォーメーション変更なのかなっていう気はします。さあ、今日は相馬ね、ちょっとアピールしたいよねっていうところ。まあちょっと気が早いかもしれないんですけど、オリンピック代表の
まあ、選考の動きみたいなのがちょっと、まあ、記事が出ていて、オーバーエイジに関してはほぼほぼ吉田麻也、酒井宏樹、遠藤航で決まりじゃないかなっていう雰囲気ですね。サイリング、米本、ここはキーパーキャッチ、キム・ジンヒョン、惜しい惜しい。まあ、相馬がオリンピック代表に入れるかどうかっていうところでは私はかなり厳しいと思ってる。18人の中に入れるにはちょっと三笘とポジションが被りすぎていて、でユーティリティ性というね言葉を散々記事に挙げられていたので、森保さんの言葉で、で考えるとちょっと相馬は厳しいんじゃないかなっていう私は予想してます。相馬を使うよりかは、入れるよりかは、よりユーティリティ性の高い旗手が選ばれるんじゃないかなというところですね。まあ、今度、まあ、近くなってきたら、ね、雑談配信とかで、ちょっと私なりのオリンピック代表予想みたいなのをね、お話しできればなと思っております。まあ、個人的な、まあ、相馬の課題は、ボールの受け方ですね。ボールの受け方と、まあ、皆さんが散々言っているトラップの雑さ。まあ、攻撃の面ではそこで、あとは守備ですね。やっぱり、どうしても上背がないので、まあ、競り合いは無理だと、空中戦。だとしたら、地上戦での、パスコースの切り方であるとか、まあ、ドリブルのコースの切り方、そういったところをやっぱりきちんと学んでいかないと、ちょっと世界、まあ、ヨーロッパに出ていくにはちょっと厳しいのかなというふうに思ってます。どうしても今の状況だと、うーん、まだ伊東純也の完全介護感みたいになってしまっているので、まあ、そこだ、そういう部分で一つ一つ改善はしていった方がいいんじゃないかなという気はしますね。ガンバ、小野瀬が怪我、あ、そうだよね、小野瀬怪我してたもんね、前節ね。あ、小野裕二って今ガンバにいるんだ。オランダかどっか行ってたよね、確かね。オランダかベルギーかどっか行ってたよね。で、帰ってきたんだっけ、小野裕二。今ガンバにいるんだね。さあ、吉田にボールが入って、ここは柿谷へ。パス1個経由するとスライドが間に合う。マテウス、ちょっとグランパス、まあ、米本のヘディング惜しいし、さっきありましたけども、ここ入れ替わる。まあ、相馬見てると足元でトラップするよりもフリックとか、あとスルーをして、まあ、入れ替わって縦に突破する方がもしかしたらうまいかもしれない。どうしても足元にビタッと止めて、そこからドリブルを仕掛けていくっていう部分で、自分の前にスペースがあってディフェンスの爪が甘ければそれでいけるけど、実は結構タイトにマークされた状態でボールを受けると結構ね、トラップがおろそかになる、ちょっとウィークポイントがあるので。結構ね、スペースがある状態でやっぱりボールをもらいたいよね。あ、ここ相馬よく走っている。今のプレスバック良かったですね、相馬ね、よく走った。
で相馬が、まあ、逆サイドまで流れていったので、まあ、マテウスが、まあ、そこで入れ替わると。まあ、グランパスのいいところですよね。選手の動きに合わせて周りもきちんと連動していく、まあ、その辺は本当によくできているチーム。まあそういう部分でのうまさっていうのは、まあやっぱりフロンターレ、グランパス、そして F マリノス、この辺が結構秀でてるかなって感じしますね、 J リーグの中では。さあ吉田豊に入る。うーん、吉田のクロスは合わない。そうだね、柿谷フルス対決だね。ね、セレッソ出身柿谷。ここ清武よくコントロールした。あー、坂本いいボールの持ち方しましたね。さあ中島のシュート、ランゲラック、ここはパンチング。あ、木本もセレッソなんだ。ちょっとグランパスロングボールは難しいと思います。やっぱりダンクレチアゴ、ここのツインタワーはハイボールに関しては本当に強いんで、ちょっと申し訳ないけど山崎では太刀打ちできないと思う。あ、柿谷からいい展開、マテウス、山崎ヘディング、ここはダメ。森下、マテウス、お、マテウス打ってった。まあグランパスは今日は本当にいつも、まあやっぱりフロンターレ相手だとどうしてもね、自分たちの方がフロンターレに合わせなきゃならないからっていうところはあるんですけど、でも4123は決して悪くないんですよ。4123は悪くない。ただグランパス4123にすると点が取れないんだよね。どうしても点が取れない。まあ4123のね、前前節ちょっとお話もしましたけども、4123になるとどうしてもセンターフォワード、ストライカーの重要度がぐんと増すので、申し訳、本当に申し訳ない、山崎ファンの人がいたら。山崎には荷が重すぎる、4123のトップは。まあそういうところで、まあ、使えないというところあるんですよね、4123を。後半60分トス、広島は現時点でスコアレスと。さあ15分経過して、まあお互いにシュートは、まああんまりチャンスらしいチャンスはない。まああの米本のヘディングの正面いったやつぐらいか。まあある程度、まあ、グランパスがボールをポゼッションする時間は長くなるかなという気はします。さあ相馬、右足をクロス、ここは弾く。相馬がボールを持ったとき、ちょっとボードで話すんですけど、相馬が
この位置でボール持った時、だいたいこの辺りの位置でボール持った時って結構チャンスというか相馬の持ち味が生きるんですよ。縦にスペースがあるじゃないですか、ここにスペースがある、ね、ワイドに張ってこういう向きでボール持てる時、もう縦のこの方向に行けるので、まあ、相馬はすごい生きるんですけども、ここでボール持った時ですよね。相馬が、いやボールをこの位置に置きますね。相馬がこういう風にボールを持った時で、縦にスペースがあまりない、直進の距離がない時、これが相馬のまあ課題の一つですよね。縦に突破するスピードを生かせない時、だいたいカットマーカットインする、カットイン、だいたいこの時の二択はカットインか斜めに入っていく、この動きなんですけども、縦に剥がして左足のクロスっていうのが相馬あんまりできないんですよね。ここでボール持った時に、ある程度相馬に対しては深いところでボールを持たせれば意外となんとかなるよねっていうのが結構バレてきてるんじゃないかなと思います。私も何試合か見ていて、相馬が生きるのはやっぱりここのポジション、ここら辺でボールを持って縦にスペースがある、距離があるときに、まあスピードが生きる、まあ、例えばサイドボールを奪ってポジトラの時に、この辺に縦のパスポンってもらった時に、相手がこういう風にプレスかけてきた時にうまく入れ替わって縦に突破していく動きはうまい相馬は。というか、シュートをコラディフレクションしてコーナーキック、逆に今ポゼッションして押し込んで相馬がこの辺の位置にいた時がやっぱり三笘と比べてしまうとやっぱ迫力はないかなっていう感じですね。まあ、三笘は逆にこの位置でボールもらうよりもここでボールもらった方がうまい選手ですね。セレッソのツインタワーは強いよ。強いというか、まあ、跳ね返す力はすごい。トリニータ明日の湘南戦で高額圏内から脱出できるチャンスね、2勝目上げたからね、大分トリニータ最近見てないけど、清武にマンマーク気味。清武誰ついてんだろう。後半12分エデキュー変わって永井龍、あ知らないその選手。まあ広島はね、まあ正直442しかない、442というかジュニオールサントスの個人技、個人技というかね、重戦車みたいなやり方しかないんで、このチームは、あの広島に関しては結構しんどいサッカーしてるなっていう気はする。さあここでドリンクタイムなので私も飲みます。さあ長井選手、元セレッソなんだ。まあ、20分過ぎて、まあ、ちょっとグランパスの選手のお話をすると、まあ、代表にも選ばれた稲垣ですね。稲垣に関しては、
今のままだとミドルシュート一発あるかどうかっていう選手にとどまってしまいそうな気がする。あのちょっと前というか数年前の井出口みたいな感じ、稲垣の立ち位置って。もう少し周りをうまく使って、まあ、ゲームをコントロールできる力が身についてくれば面白い選手になると思うんですけど、あっとここ丸山ボール失う。稲垣がアンカー落ちして今はね、まあ、パス回ししてたんですけども、アンカー落ちしてセンターバック近い距離のセンターバックにパスを出していては意味がないんですよ今みたいに。では、まあそもそもとして 4-4-2 でセレッソがまあブロック組んでるじゃないですか。 4-4-2 でブロックを組んでる相手にアンカー落ちをする意味ってあんまりないんですよ。さあカウンターグランパス、おっとここはノーファル。さあカウンター、中島入れる、清武が、あいいボール、うーんここは豊川合わない。おしゃれなパサーとか目指してそう稲垣。そうそこなんだよね稲垣の良くないところ。あんまり言いたかないけども、そんなに頭の切れるタイプじゃないなって思ってしまうのが、今のアンカー落ちの部分もそうなんですけど、まあ 4-4-2 で、まあ、守備陣 4-4-2 でブロック組んでくるんですよ、セレッソが。ということは、まあ、センターバック2人についてこういう風にプレスかけられるから、ああ、じゃあアンカー落ちしたら後ろ3人になるからいいよねっていう風に思いがちなんですが、むしろここ2枚で来るのであれば、逆にこの前2枚の間に入って三角形を作る方が実はボール回りやすい。実はボール回りやすいんですよ。なぜかっていうと、まあ、両サイドバックが、まあ、ちょっと高い位置取ります。で、稲垣がもう下がってしまって、まあ、こういう形ですね。さっきボール奪われたシーン。で、山崎がトップにいて、まあ、相馬が、まあ、ワイドの高い位置にいて、両サイドバック上がる。で、柿谷が、まあ、この辺にいて、まあ、米本がこういう部分にいるんですけども、後ろ3枚になってしまった場合、まあ、サイドハーフがまあサイドバックにこうついて、まあ、ウィングバックについて、稲垣にボールが入った時に、まあ、当然米本に対してインサイドハーフつく、藤田があの柿田に対してつく、まあ、こういう形になるじゃないですか。パスコースが限られるんですよ。横にパスしてしまうと当然ここをついていかれるので、パスコースがないんですよね。稲垣がここにいると下げるだけだとそのままプレスいけばいいんで、コース切りながら、ここが平行に立っていると2人で3人押さえてしまってるような形になってるんですよね。だったら稲垣を三角形でここの位置に置いておけば、ツーセンターバックに対してこうプレスかけてもここフリーになるよねっていう。 4-4-2 でブロックしてくれて中3人だから。ただ稲垣もう少し高めの位置でボールもらってよりパスコースが出るよねっていう、いろんな部分で。で、稲垣に対してこうプレスかけてくるのであれば、まあ、例えば、もう一人の相方の
ボランチが開くのでそこにパス出せるとか。まあそういうところがあるので意味がないんですよ、このアンカー落ちって。あまり効果的じゃない。そもそも 4-2-3-1 でこのアンカー落ちは良くないんですよね。まあ、ここをアンカー落ちしていきたい場合はもう両センターバックも広げる幅を取る方がいいです。ただ距離が近いので見てると、だから意味のないアンカー落ちですね。だったらここ頂点使って三角形を作った方がビルドアップできるよっていうお話でした。まあこの辺でのまあ稲垣、まあ監督の指示かどうかわからないんですけども、まあ正直あまり良くないなというところですね。まあ、監督の指示だったら稲垣のせいじゃないですけど。アンカー落ちしての後ろ3枚の3-2-5型で、さあ山崎いけるか。うん、ここはダメ。 4-2-3-1 型でやりたいのであ、あ、3-2-5型でやりたいのであれば、もう少し、サイドバックじゃないや、センターバックの幅を取った方がいいですよっていう。まあ難しいところもあるんですけどね、センターバックが幅を取れば取るほどセンターバック自身の、まあ、パスセンスというかビルドアップの能力っていうのを求められるようになるので、まあ、結構難しい部分はあるんですけどもね。よいしょ。はい、戻しました。永井竜、セレッソ、パースグローリーってどこ？オーストラリアかな、パースだから。大分、長崎、グランパス、松本山がいろいろ言ってるんだね。あ、吉田豊さんいらっしゃい。あー、稲垣ここは大きく外した。部活今終わりました、疲れた、おかえんなさい。森下いつもよりいい感じっすね。いや、前節も結構チャンス作ってたので一気に序列上げた感はあるよね、前節で。ちょっと宮原は逆に株を落としてしまったなーっていうところはある。お、同節30人超えておる、ありがとうございます。よろしければチャンネル登録とあと高評価ぜひぜひお願いします。登録者1000人目指して頑張っておりますのでぜひご協力ください。あー、吉田隆、ここのトラップミスは痛い。ねえ、豊さんがね来てもらってね、ちょっとあまりちょっと心苦しいんだけども、吉田豊ね、高い位置に上げる必要ないと思ってるんですよ、私、ぶっちゃけ。むしろ、センターバックみたいに使って、こういう風にね、ビルドアップの時はした方がいいと私は思ってる、実は。後ろ3枚ね、ビルドアップの時に。まあ、これ使いたいから実は私長澤入れた方がいいんじゃないのって思ってるんですよ。吉田ね、もう少しね、
もう少しクロスの精度が上がればいいんですけど。宮原ね、守備面でがっつり三笘にやられたからね。多いクロス。正直豊かあんまり上がらない方がいいかなと自分も思います。ああだよね、やっぱりそうだよね。あんまり上がんなくていいと思うんだよな正直。あんまりこうなんて言うんだろう、アタッカー型のサイドバックじゃないから見てて。米本ヘッド折り返す、柿谷ここはキャッチ。豊か上がりたがりなのです。でも戦術としてまあオーソドックスに両サイドバックを上げる形を取ってるんでしょうね。だからもう少しね、私バイタルを使えるインサイドハーフが欲しいなって思うんですよ。稲垣ともう一人。というところで私結構長サバ推しなんですけどね。正直吉田豊はセンターバックに近いサイドバックだと思ってるので、ね、運動量も多いと。さあこの運動量は魅力あるよね吉田豊ね。ずっと走ってくれる。相馬の裏を任せられるのは吉田豊だなって思う。運動量とカバーリング能力。キム・ジンヒョいいボール、縦入る。いやーここ入るのきついね。清武うまい。ただここはなんとか防いだ。いやー今のキム・ジンヒョンのフィード良かったですね。あっとここは主審に当たってしまった。後半79分、まあ、80分、まだ0対0、鳥栖対広島。さあ吉田豊から山崎、ここはボール奪われる。いや全然通用してない。もうごめんだけど本当山崎通用してない。これだったら正直言うと山崎使うよりかは私学ぶ使った方がいいと思う。このツインタワーに対しては全く通用してないからね。空中戦も勝ててないし、ポストプレーも全部潰されてるので、本当に赤子のようなか赤子のようにひねられてる今チアゴとダンクレ相手に。これは厳しい。せめて空中戦は勝てなくてもポストプレーでファール取れるぐらいのキープ力は見せてほしい。ホールディング能力。さあ柿谷、稲垣からサイド、吉田豊、ここクロス大事だよ。やっぱダメだよね。セレッソもう交代使うの？中島？いやでも走ってるよね。走ってはいるけど
あ、中島交代ダメ。なんだ。あー、筋肉系統のトラブル、中島交代。高木。あらまあ、さあちょっとセレッソがまあ一人負傷交代ということになりましたが、さあセレッソもではビルドアップのところを見ていくんですけども、まあ、ダンクレーとチアゴ、まあ、二人、プラス、これは藤田かな、今。まあ、降りてやってるんですが、まあ、見てもらったらわかる通り、チアゴとダンクレー、ビルドアップは多分できないんですよ、この二人。ほとんど。じゃあ、ここに結構ハイプレスかけたいよねっていう。ダンクレーとチアゴにハイプレスをかけることができれば、一人も、一人降りてこなくちゃならないんで、まあ相手に人数、ね、後ろを重心を重たくできるよねっていう狙いがあるんですよ。ただ山崎と柿谷の二人だと、山崎のプレスが甘いので、パスコースの切り方とか、それだったらより走れる学ぶを入れた方が、私はいいと思う。どっちサポーナー、私どっちのサポーターでもないです。全部フラットに見てます。ただいいサッカーしてるチームは好きですよっていうところですね。ボール奪えない。右サイドに展開。ここの落としは奪う。稲垣。さうーん、山崎ここボール持てない。まあグランパスとしては特に丸山ですね、今日はクリーンシートで終わりたいでしょう。前節の悪夢を払拭するっていう意味でも。ボレーシュート、これは浮いた。山崎かもられてるな。うん、ここねボール取りどころにされてしまってる。ちょっとねこのダンクでチアゴがどうしてもワンパワー的に強いので、そこを力でどうにかするというのは難しいよね、日本人フォワードだと。まあ、例えば山崎がまあ、レアンドロ・ダミアン、フロンターレのレアンドロみたいにサイドに流れてボールを受けてそこから起点を作れるとかできればいいんですけど、それができないんで、常にセンターバックとデュエルをしなきゃならないんですね。常にデュエルをしなきゃならないんで、勝てないと本当に空気になってしまうんですよ。一人少ないみたいな状況になっちゃうんですよね、グランパスからしたら。あそこが辛いかな、山崎は。切り替え、まあ山崎切り替えが遅いという、まあなんか全てにおいて全部足りない選手ですね。まあ全てにおいてって言ったらちょっとかわいそうだけど。
まあ、このセンターバック相手には分が悪すぎます。広島鮎川に代わって、あ、ジュニオールサントス今日ベンチスタートだったんだ。どっちがいい試合してますか。両方ともなかなかボールつなげない。さあ相馬、ここチャンス、前にスペースある、ここは縦チャンス、うわー、ここはよくダンクで守備した。米本、合わない。こんにちは、今後半ですか。今前半です。あ、マルコスか、名前変えたんだ。えらい違う名前とアイコン変えたね。いらっしゃい。あ、このバックパス怖い。ラングレー、ラングレーじゃねえや、ランゲラック、今のきついバックパス来たなと思っただろうね。さあ残り1分、まあアディショナルタイム2分でしょう、おそらく。多分後半開始から学ぶ出てくるんじゃないかなと思いますけどね。木田がなんか怪我したの？突然銭湯変わって島川が入った。山崎 J1 レベルなのか。ちょっときつい。木田何や、ルヴァンかなんかで怪我したってこと。琉球と一緒のグループ入ってるのかな。山崎はね、まあ、単純にゲーム的に言うと総合力が低い選手っていう感じになっちゃってる。あ、キャンプで怪我したんだ木田。山崎背があるけど競り合ってくれない。いや、競り合ってるけど勝てないんですよ、この2人、ダンクレイとチアゴ相手には勝てないんですよ。勝てないからいる意味ないよねっていう感じなんですよね、ボール収まらんし。ここで前半終了。スコアレスで折り返し。金崎の方が絶対いいから早く戻ってきて、金崎が戻ってくるのが先か、それとも新しい選手を取るのが先か。私はグランパスは早急に誰か獲得した方がいいと思う。フォワード金崎ムーがね、怪我から戻ってきてもコンディションまで戻るかどうか分からんからね、人体怪我してたら。パニパニ太郎さんいらっしゃい。やっぱムーだよな。だから金崎でも人体怪我で半年以上の離脱でしょ。もうそれ待ってらんないよグランパス正直。YouTube に動画上がってたんだ、その木田が怪我した時のいじられみたいなやつ。トス、林大地がイスマエル・ドゥンが誰それ、新しい選手かな。明日マリノスの配信しますか。あ、するする、明日13時からだよね、マリノス対ヴィッセルの試合。配信するよ。
私が寝坊しなければ。上田綺世欲しい。わかる。ズラタン呼ぶしかない。ズラタン呼ぶ年俸で全員分のお金吹き飛んじゃうわ。ね、ズラタンね、契約延長したんだっけ、ミランと。イニエスタ対チアゴ・マルチンス。ちょっとね、今、神戸どういう風なフォーメーションやってるか分かんないんだよ。イニエスタが復帰してから見てないんで、私。どういう風にやってんだろうね。さあ、前半終わったところで、マスコアレスの、という状況なんですが、これ入れ替えとこう。まあちょっと前半立ち上がりにセレッソが結構まあ奇策っていうわけではないんだけども、普段の442から4231に変えて、ちょっとグランパスがまああたふたしたシーンはありましたね。清武がサイドではなく中央に結構陣取るようことが多くて、ここのマーク誰するのっていう問題がちょっと最初出てましたね。マークのズレから結構セレッソが、まあ、前半イニシアチブ取ったんですけども、まあ、ある程度、まあ、時間が経って、まあ、清武にはまあ柿谷がついたり、まあ、インサイドハーフがついたりとかして、まあ、マークの確認はしっかりできたんじゃないかなと思います。今日フロントアレの試合ある？あります。18時からやりますよ。トスアディショナルタイム、広島と引き分けるんだろうか。もうアグエロでいいです。アグエロね、どこ行くんだろうね。グランパス前半安定してた、後半セレッソの足が止まりだしたらベンチのお仕事開始かな。私は後半開始からもう山崎は変えた方がいいと思う。山崎に変えて斉藤学ぶ、学ぶを入れて柿谷トップで、前2枚柿谷と学ぶの2人でチアゴとダンクレイにもうハイプレスかけて、ハイプレスかけていきたい。ここの2人にハイプレスをかけると清武が降りてくるか、もしくは藤田が降りてくる可能性が高いので、そこに対してまあ、しっかりついていく。前6枚で、まあ、ハイプレスをかけるようなサッカーしていきたいですね、グランパスは。どうしても山崎だとハイプレスにならんので、見てたら。しっかりとハイプレスをかけるために、ちょっとここは交代した方がいいんじゃないかなと思いますね。ネイマールとクリスティアーノ・ロナウド、メッシ、デブライネとマルセロだ。ま、なんでそこでマルセロ出てきた。なぜマルセロが出てきた。今日はグランパスのホームだからトヨタスタジアムだよ。さて、まあ、上田綺世のさっき名前出てきたんですけども、オリンピック代表ね、私上田綺世は選ばれると思う。普通に ねえ、まあ、18人ね、私考えてたんですけども、まあ、オーバーエイジ3人が、まあ、ディフェンスの部分、まあ、酒井宏樹、遠藤航、多分吉田麻也っていうところで、4231で行くんだったら、まあフォワードは多分上田綺世だろうと、スタメンは。でもう一人のフォワード誰選ぶかって言ったら多分前田大然ですね。まあ、この2人は多分当確かなって思う、前田大然と上田綺世は。
今の活躍度合いから言って。そう、ネイマールオーバーエイジで呼ばれるのかね。パリが出してくれるかどうか。ね、オリンピック代表ね、ゴールキーパーはね、大迫と谷で決まりだと思う。この2人。で、まあ私の予想スタメンは、右サイドバックに酒井宏樹、で、センターバック2枚がマヤと冨安。で、左のサイドバックはね、多分中山だと思う。予想では。中山が選ばれて、で、4231の2の部分は、遠藤渡ると田中碧。で、2列目3枚が、右から堂安、真ん中久保、左に三笘。で、トップ上田綺世が私の予想です。私の予想ね。じゃあ、残りの7人をどう使うかなんですけども、まあ、ゴールキーパーで1人、ね、谷。で、センターバック1人、私は予想成功。で、あと残り5人。で、UTT 制で、板倉と、旗手が選ばれる。と思う。旗手と板倉。で、残り3人。残り3人が、結構ね、難しくて、どこのバックアッパーを入れるかなんだよね。私は右サイドバックに、菅を入れると思う。菅野だっけ？菅野を入れると思う。で、残り2人。で、前田大然、残り1人が、私は、ちょっとここが結構、熾烈な争いだと思う。残り1人。残り1人の枠。フォワードに使うのか、それとも2列目に使うのか。で、変わるんですけども、三好か、林大地のどっちかだと思う。ラスト1枚は。三好か、林大地。多分この2人のどっちかかなって思ってます。田川はちょっと落選するんじゃないかなって気はしますね。まあこれはあくまで私の予想です。アシスタントコーチ長谷部まあね、相馬もね、頑張ってはいるんだけども、三笘と同じだからね、ポジションが完全に。全く同じキャラクター、同じポジション。っていうこと考えたら、多分、相馬は厳しい。だったら左サイドバックもできて、インサイドハーフもできて、ウィングもできる旗手が選ばれるよねっていう気はする。まあ同じ理由でセンターバックと一応左サイドバックもできて、でボランチもできる板倉。まかな。で右サイドバックに関してはそこまでね、なんか目を見張る選手がいないか、やっぱり、まあ普通に、菅野か、あれが選ばれるんじゃないかなって気がする。酒井宏樹のバックアップは。さて、
後半に向けてですけど、セレッソはまあやり方変えなくてもいいかなっていう感じ。どうしても大久保が今日いないので、まあ瀬古、まあ出てくるかどうかで、まあ瀬古でも出す必要ないんだよな。もしグランパスが山崎を早々に諦めて柿谷と学ぶの2トップというか2人にするんだったら瀬古を入れる意味は出てくる。多分めっちゃハイプレスかけてくると思うので、そういう形にした グランパスが。だったらちょっとハイプレスに対してはチアゴとダンクレイは結構厳しいビルドアップだとしたら、まあ、瀬古を入れてビルドアップセンターバックの方でできるようにした方がいいよねと思うんですけどね。今の状態だったら全然チアゴとダンクレイで大丈夫。逆に今山崎がいるから背の高い選手2人入れた方が、まあ、対処はしやすいよねっていう感じ。板倉気合で右サイドバックできそうですけどね何でもありだな板倉。私は個人的に板倉はボランチの選手だと思ってる。センターバックにしてはちょっとマッチアップが強くないし、高さもないから不安定。サイドバックにしてはスピードがあんまりない。ただボランチだったら結構いいもの持ってると思うんだよね板倉。ただインサイドハーフ、セントラルミッドフィルダー系のインサイドハーフだとしたらちょっと技術的には物足りないかなと思うけど、後半開始のところだけども、メンバー交代はないかな。これ山崎いるか、カメラ柿谷を映してるけど、アンカーの潰し屋タイプ、うん、潰し屋っていうか、まあ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 ディフェンス寄りのミッドフィルダーって感じですね。板倉に関してはセンターバックにしたらちょっと不安定。田中碧と遠藤航のバックアッパーですね。で、UTT 性も結構ある。同じ理由で中山も選ばれると思う。左サイドバックできて、インサイドハーフできて、ボランチもできる中山が選ばれるんじゃないかなと。複数ポジションできる選手っていうのは優先されるんですよ。オリンピックって18人しかいないんで。フル代表だと23人なんで、スペシャリスト系も選ばれやすいんですけども。まあどうしてもね、18人の中に入るためには複数ポジションは必要だよねっていう。さあ、後半、キックオフ。なんと吉田ファール。あと前半坂本があまりボールを持つシーンがなかったので、もう少しボールね触る回数増やしてあげたいなという気はする。逆サイド、ここは跳ね返す。おお、吉田豊いい対応。おお、坂本いいシュート、よくブロックした。丸山枠いってたね。おお、ここは大きく外れた。高木のシュート、まず前半かましたのはセレッソですね。
山崎じゃなくて山崎の方なんだね。さあ後半開始してます。よろしければチャンネル登録とあと高評価ぜひお願いします。チャンネル登録1000人目指して頑張ってますのでぜひご協力お願いします。もうここは山崎ノーファールでよく取った。パスが短い。ここをファール取らない。ちょっと米本のパスが弱かったですね。坂本が間に合ってしまった。あ、いいパス。清武、面白いクロス。ただここは跳ね返す。ここも米本が降りてもらってますけど、見てもらえば分かるんですけども、相手の2センター4 2枚のブロックに対して4人使っちゃってるんですよ。意味がないんですよねこれね。本当に意味がない。今のビルドアップ、まあご覧になって、まあ3分50秒からのビルドアップ、稲垣が、まあ今回米本がセンターバック間降りて、稲垣がまあその頂点使って4人でビルドアップしてたと思うんですけども、プレスに来てるのって2人だけなんだよね。豊川と清武だけのプレスに対して4人使っちゃってるんですよ。本当に意味がないですこれは。3人でいいよねっていう、アンカー落ちする必要全くないんですよこれって。だから中盤薄くなって結局パスつながらないんですよねグランパス。今もったいないですね。まあ監督がまあちょっとねコロナで不在なんですけども、これ前半からずっと変わってないグランパスは。長澤の出番ですかね。いや長澤入れてもいいし、そもそものビルドアップの仕方が良くないです。あのボード使って説明すると、この豊川と清武のプレスに対してこういう風にやってるんですよビルドアップ。で山崎がもうトップの位置にいて、で柿谷がこの辺にいて、でマテウスが高い位置、相馬がいてっていう、これ意味ないんですよね。本当に意味ない。まあ見れば分かるんですけど、2人に対して4人使ってしまってるんですよね。まあこういう風にマークついてるんですけど今。これだと中央相手4枚に対して2枚しかないですよ。2っていうかさ、こういう3枚しかないんですよね。ね、2人しかいないんだったらここの間って1人でいいよねっていう、これでパスつながるでしょっていう、そもそもが。で中2枚とかにした方がいいよねっていうパスコース作れて、
でもしここに対してハイプレスをこうやってかけてくるんであれば内側に絞っていくとかして、まあ、山崎に当ててウィングがもらえるような形にするっていう動きができるんですけども、後ろがこういう風な形になってしまうと山崎に空中戦をさせた時の拾い役が2人おるんですわ。1対2になってるので、そりゃ人数的に負けるでしょっていう、これが意味がないんですよね。ただこれが修正できないっていうことは、まあ監督不在が響いてんじゃないかなという気はしますけど、まあ、選手の方でこういうのはちゃんとしていかなきゃな、まあ、できないのかな、やっぱり。そもそもの戦術としてないんだと思いますしね。これな、じゃあ長澤が入って解決するかって言ったらあんまりそうではないんですよ。例えば長澤が、まあ、山崎に代わって、まあ、入って柿谷トップに使った場合に、まあ、米本アンカーにして、まあ、こういう形になると思うんですけど、これ逆に良くないんですよね。根本的な解決にならない。多分後ろこういう風になっちゃうから。だったら長澤よりも学ぶを入れた方が私はいいと思う。斉藤学を使って、でチアゴとダンクレイに対して勝谷が空中戦で勝負するんじゃなくてライン間で待ち受けたりラインでの駆け引きをする、あとはサイドに流れていったりしてセンターバックをうまくかわしながら行く方が私はいいと思います。バカ正直にこのフィジカルで山崎当てるよりかは。ああ、学ぶ呼ばれてますね。山崎と交代でしょう。相馬変わるの？マジで？クロス上げるけどクロスからの得点イメージわからない。いや、だって勝てないもん、絶対山崎。この二人に。ああ、相馬変えるの？なんだこの交代、これ意味ないですよ。この交代何の解決にもなんない、何の解決にもならん。この交代は同じねことになりますよ結局。さあ森下切り返して、あ、マテウス面白い動き、今の森下下げずにマテウスに出したかったですね。マナブシュート、ここはキーパーキャッチ、オフサイド。やっぱりこう、これなんですよ。ダンクレイとチアゴに相手にはポストプレーでやるよりかは裏抜けであるとかラインでの駆け引き、
の方がまあいいと思います。絶対とは言えないけどそっちの方が可能性は高い。山崎に足元に当てるよりかは裏の方がいい。なのになぜか相馬が変わるっていうね、謎仕様。まあ山崎をね変えにくいっていう理由もわかるんじゃわかるんですよ。なぜかで山崎を交代してしまうともう山崎っぽい選手がいないんで、今の名古屋にいないんですよ、ベンチに。だったら空中戦とかパワープレイの時にどうするのって言ったら木本しかいなくなるって、戦術木本になってしまう。って考えたら山崎を変えにくいっていうのもちょっとわかる気はするんですけどね。おお、うまい柿谷。あー、マテウス今左に入ってるね。もう一時的なのか。学ぶが右に行った。さあ学ぶ、ここファールもらう、イエローカード、丸橋にイエローカード、丸橋で高木か、高木にイエローカード。相馬納得いってない。いやー納得いかんと思うよ、だってこの交代あんま意味ないもん。あんまり意味がない交代。さあセットプレーのチャンス、名古屋直接行きそうだね。マテウス、いやこれはマテウス行くね、直接ね。あ、クロスヘディング、いや惜しい、丸山のヘディング、合わせてきたねだマテウス。いやいいボール、いやーほんと精度高いマテウスのキックは。もう今 J リーグ屈指だよね、左足のこのキック精度、マテウスの。うわー、かきたぎうまい。あー、学ぶからのパスは、ここは引っかかった。もう、かきたぎシュート、これは、キャッチ、キム・ジンヒョン。いや、かきたぎのフリック、うまかったね。まあ、ほんと、かきたぎは、このトップ下、4231の真ん中の、ポジション今一番輝いてるよね。おー、ランゲラック、ここはパンチング。これキャッチしづらいね、ランゲラックね。さあここは清武が蹴るアウトスイング。でチアゴ吉田がついてんのはおかしくねえか、どう考えても空中戦勝てないぞこれ。そこ狙ってくるよね。あー、ちょっと高かったボール。うん、このクロスはちょっと長い。落としたボール、おー、よくここはクリアした、中谷。いさあ、藤田の今度はロングスロー。ああ、ここは反らしたが、ダメ。
おー、マテウスでここキープする。あーと、ファール、坂本のファール。これはカードが出るか。ここはカードは出ず。いやー、それでもチアゴとさっきの吉田がマッチアップするとき、そりゃねえだろうって思った。それはないだろうと。いや、中谷よくここクリアしてましたね。さあ、学ぶ。米本から学ぶ。ここはダメ。ただ、柿谷。クロス、おー、これはディフレクションして、枠、飛んでましたね。なんとか足でクリア。さあ、今度は名古屋のコーナーキックのチャンス。蹴るのはマテウス。さあ、もう一度マテウスへ。あ、面白いボール。ここはダンクレがクリア。あー、マテウス、ちょっとここは雑になった。じゃ、これセレッソチャンスですね。結構スペースが空いてるが、あ、ここ止まってしまったー、マラシ。いや、もっとプレス行った方がいいですよ、学ぶ。あの、チアゴとダンクレイに対しては本当にプレスかけていいと思う。まあ、左サイドバックの丸橋が気になるのはわかるんですけども、多分、チアゴにプレスをかけていけば、丸橋下がると思うんで、今の状況だったら。もう学ぶ、ここガツガツ行っていいと思う。多分チアゴダンクレのところに思いっきりプレスをかけると、苦し紛れのサイドバックへのパスっていうのをしてくれると思うんで、まあ、ずれてスローインになったり、またそこかさらうことができたりっていうチャンスが生まれると思うんですよね。さあ、奪ったグランパス。さあ、マテウス、前にスペースがある。ここは止まった。いや、稲垣そこを降りていかなくていいんだよな。さあ、森下、ここは引っかかってしまった。お、吉田。面白いパス。あと、吉田、これはオフサイドですね。これはオフサイドですね。ん？どうだこれ。パリンコさん、どっちだろう。いや、これはどうだ。吉田、これゴールか。いや、VAR チェックありそうだが、セレッソのキーパーはキム・ジンヒョンです。オフサイドじゃない？あー、チアゴの足に当たったのがこれ、柿谷じゃなくて。あー、なるほどね。あー、
ーなるほど、確かにこれチアゴに当たってるわ。うん、これチアゴですね。あた、これはゴールですね。認められた。さあ、吉田豊のゴール、やったね吉田豊。完全にオフサイドポジションだったけども、美味しいゴール。んー、チアゴの足に当たってしまいましたね。さあ私も水飲みます。いやー皆さん喜んでおる。やっぱり名古屋サポーターが多いね。ねえ、チアゴに当たった、運がないねセレッソね。主審から見て、まあ、バッチリ見えてたんだろうねあれね。私あれ柿谷かね、山崎のパスだと思ったから、あまりにも綺麗に行きすぎたからね。もうチアゴね、スーパーヒールパスみたいになっちゃったよこれね。ね、RI さんも喜んでおる。さあグランパス先生、クライフターンのパスみたいになってますね。ね、めっちゃおしゃれなパスになっちゃったねチアゴね、これね。やっぱり地上戦なんだよなこの二人相手は。さあ引っかかった、うん、柿谷にここは奪われた。さあグランパスサポーリスナーが喜んでおる。イエローカード、フロンターレでマリノスが動画出さない、動画出してる、なんか動画出してるのフロンターレ。米本にイエローカード、縦パス、坂本久々にボール触ったけどもここはダメ。さあセレッソはどうするんだろうねこれね、交代。あれ清武交代した？いやまだいるんじゃない？清武交代したの？え、清武いなくなってる、いつの間にか。あ、西川入ってるこれもしかして。あ、交代したんだ、いつの間に。豊川と清武がいなくなってんのか、いつの間にか。で加藤と西川、なんで清武変えた、いつの間に交代してた。先制した試合の勝率 100% 今のところグランパスって。あ、いいパス。さあセリストチャンス、おランゲラックナイスキャッチ。
いやー、清武悪くなかったけどね。なんで交代したんだろう。西川くんが入った。点入った直後、じゃあドリンクタイムの時もに交代したんだね。なんで清武交代だ。謎。スタミナ的な問題なのかな。うん、ポジションかぶってる。おー、いいパス。いやー、山崎合わない。さあセレッソは少し強引に攻めていきたい。さあ松田、ちょっとトラップが浮いてしまったね。もったいない。まあ、学ぶナイス。ここはカットですね。うん、今の松田陸ちょっともったいないですね。あそこビタッと足止まっていれば2タッチ目で前に持っていけるので、斉藤学ぶ間に合わないんですよ、あのタイミングだと。ただトラップの時に浮いてしまって頭より上にボール上がってしまったでしょ。あの時間で学ぶ間に合うんですよね、プレスが。さあロングスロー、シュートは右に外れた。そうだ、何回もチアゴのおしゃれなヒールパスを映さなくてもいいじゃん。このチアゴ美しすぎるよね、このパスね。なんであそこに蹴ったんだろうね、チアゴね。さあ残り15分、グランパスはお得意のうのゼロで行くのか。ちょっと交代使いづらいよね。まあ交代させるとしたらおそらく森下に変えて成瀬かな。で山崎に変えて前田を投入して、よりディフェンス前でプレスかけられるようにするじゃなかろうか。交代するとしたらここかな、森下と山崎で、さらに守備を固めるのであれば木本を投入して後ろ3枚、センターバック3枚にするっていうパターンかな。成瀬、木本、前田かな、投入するとしたら。さあマテウスセットプレー、あ、いいクロス、あーっと詰め切れない。さあキムジンヒョン、ここは面白いボールだが跳ね返す。あとイエローカード柿谷。さあフリックして、うん、ここはクリア。
あのね、可愛いガッツポーズをしたね女性の方すっかり有名になっちゃったね。ね、カメラで抜かれるようになってしまった。柿谷がちょっと痛んでる足首大丈夫か。あっと切れてる。大丈夫か。これはお風呂を染みますね。ちょうど隙間かな。まああれか、レガハスが多分ずれてその擦り傷みたいになったのかな。昨日喧嘩してた友達が1年半ぶりに謝った。1年半も確執あったんか。さあドリブルで持っていく森下マテウス。ああ、ここはナイスカット。ねえ、森下ね、すっかり序列上がったんじゃないかな。だから守備のところはどうかちょっと微妙かもしれんけど、さあグランパスまだ一人しか交代してないけども、なかなか交代しづらいんかな。さあ奪った学ぶ、ドリブルで行く。あー、ここはイエロー。おっと、ノーファール、ノーファール、嘘やろ。あー、ファールは取った。まあまあまあ、ファールはファールだろ。今どう考えても体で止めたからね。あー、うまい。さあ森下剥がして、やーっと横パスずれた。もったいないな今のプレーは。ねえ、さっきから山崎全部ずれてる。いや、まあ、山崎がずれてるってのか、周りとの連携が合わないのか分かんないですけども、なんだろうね、もうグランパスの味方からも山崎はもう足元以外ではボール受けられないっていう風に思われてんじゃないかな。今のパス見ても、いやスペースに出しても届かないよねとか動かないよねって思われてしまってる節があるな山崎。ここは一旦止めるのか。あ、止めない。てか学ぶ左に来てるね、普通にね。戻りましたね。よいしょ。あ、私と FIFA21 やりたい。私、あの、PC 版だから、ねえ、あの、プレステ、パソ、あの、PS4 とは一緒に遊べないんだ。パソコン版だから。
あんまりね、パソコン版のプレイヤーっていないからね、多分ね。私 PS4 は持ってないからね。さあ、グランパス、ここはセットプレーのチャンス。うん、ここは直接キーパー。さあ、セレッソもね、せっかく西川投入したけども全くボールに絡めてないですね。いやー、そんなところでボール持っても意味がない。ちょっとセレッソ、清武と豊川下げてリズムもっと悪くなったんじゃないかなって気がする。なんか意味あったこの交代、西川と加藤入ったけど。松田力が投入、坂本と交代かな多分。PS4 の方がパスも出しやすいしやりやすい。あのパソコン版も普通にパッドが使えるんだあのキーボードではやってないよさすがに。さあ、ここ斉藤学が奪う。ランゲラックのロングボール、いや全く山崎競ることすらできてない。あ、藤田に代わって松田力、いや前に人数かけるってことか。なんで豊川下げた、なんで下げた、そしたらで、なんでクロスのキック精度高い清武下げた、そしたら謎、ほんと謎。ね、チャンピオンズリーグね、プレミア対決になったね。シティ対チェルシー。あ、アライ。ハロー、グッドアフタヌーン。さあ、残り5分少々。ちょっとセレッソは交代策が全くうまくいってない。さあ、奪った。さあ、マテウスにボール転がった。あっと、柿谷が足つった。柿谷が足つっておる。あら、まあ。さあ、藤田に代わって松田が入ります。これで2トップにするかな多分。どういう風になるか分かんないけど、坂本が中に入るのか。 4-4 にっぽくなるとは思うんですが。そして足をつった柿田に代わって前田。なるほど、前田をサイドに使って学ぶトップ下かな多分。こういう風になりそう。いや、柿田お疲れ様。ガンバフロンターレに大量失点しそう。いや、マジガンバが大量失点したらお話にならんからね。そう、1時半からね、シティ対チェルシーあるからね、配信やる予定です。はい、
あーっとファールになった。さあセレッサセットプレー、さあここはインスイング、坂本が蹴る。やっぱチアゴには吉田がつくんだね、今見てると。おお、ラングレー、あ、ラングレー間違いね、ランゲラクナイスキャッチ。ラングレーと間違えるわ名前。ガンバ川崎配信ありますか？あります、18時からです。枠とは17時55分からです。銀狐さんありがとうございます、コメント。はい、スペースに入る、クロス、ここは合わない。触ったかランゲラック。ちょっと精度が良くないですね、触ってないねランゲラックね。ランゲラックちょっと肩ぐねったか、これバルサアトレティコやりますか？やります、23時15分なんて、多分23時10分ぐらいからかな、枠取るのやりますよ。優勝を占う一戦ですからね。あ、初見 RG さんいらっしゃい、グランパスサポーターかな、多分アイコン見ると。コメントありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録と高評価していってくれたら嬉しいです。登録者1000人目指して頑張っておりますのでご協力ください。シティとチェルシーの配信もやるよ、私がの体力限界来なければ。さあ黒下がる、ここはダメ、流れていった。さあグランパスが2人交代ですね。長澤と木本、あー長澤来る、出るんだ、ほー、長澤投入する、であと木本ってことは山崎交代かな。今の登録者何人なんですか？今だいたい860人ぐらいかな、多分あと130人ちょいぐらいです。なのでぜひ登録していてください。山崎交代、あとマテウス交代なんだ。山崎か牧本センターバックだよね。マテウス、川手、長澤っていうことは、まあ、これは、こうですね。まあ、誰が真ん中やるか分からない。木本が真ん中やるか分からないですけども。多分、5バック。の532かな、多分532ですね。この形になると思います。532。はい。いつものグランパスですね。そう、シティのホームでのチェルシー戦で、シティが勝てば優勝です、プレミアリーグ。
さあアディショナルタイムは4分、残り3分切ってますね。さあ守りきれるかグランパス。532の形。まあセレッソパワープレー気味に来ると思うので全部跳ね返すつもりでしょう。配信楽しい、ありがとうねマルコス。長澤シュートブロック、いやーここ長澤上げなくていい。今のは長澤別にキープでいいんだけどな、残り2分切ってるし。コーナーキック、いやここはキープでしょう。マテウスから丸山雄一、理想の形、セットプレーかなそれは。あっとここはボールコントロールできない前田、もったいない。もうちょいキープしたいですね。あっとスローイン雑。さあ米本、ここはキープでしょう。いやーちょっと色気出しすぎだ。いやー奪われる。いやーここはキープでしょう。あーいいね学ぶ、いいね、ここでファール取る、うまい。いや素晴らしいプレー。あでも稲垣か。いやー今のはいいプレーでしたね。きちんと時間使ってでファールをもらうと。ああいい判断米本、ここはボールキープ。おお稲垣ボックス入る、ここはキープ、さらにキープ。引っかかるがもう残り時間がない。奪う、抜けた、ただキープ、ただ奪われるが、ここで笛かな。ナイスカット。でファールになって最後このフリーキックで終わりですね。マテウスがいなくなったの誰蹴るんだろうこれ。今の前田ね面白い抜け出ししましたね。いやーグランパスいい形でキープできました。約40秒から50、約1分か、約1分ボールキープできたのはでかいですね。でここフリーキック蹴って終わりですね。さあ誰蹴るのこれ、マテウスいないけど。誰だこれ蹴るの。あキープする、あ終わり。さあ試合終了。ギャグランパス連敗からなんとか抜け出して勝ち点3をもぎ取った。いやでかいぞこの勝ち点3は。おめでとうございますグランパスサポーターの皆さん。いやーよかったですね。まあセレッソはちょっと不運でしたね。まあ戦術的に決してグランパスが良かったわけではないんですが、本当にラッキーゴール吉田豊良かったわ、マジでそうだよ。あまた後でねマルコス。柿谷のガッツポーズ心にしみるね、怪我ねして今アイシングしてましたけども、得意のウノゼログランパス。ただ課題は残るな、やっぱり山崎のところだな。ここが、うん、ちょっと金崎ムーが戻ってくるまでは苦しむと思います。まだまだ。さあムーが戻ってくるまで待つのか、新しい選手を獲得するのか、
私はさっさと獲得した方がいいと思う。フリーエージェントでも何でもいいから。はい、ということで次16時5、18時からかな、試合。フロンターレ対ガンバ大阪対フロンターレか、ガンバのホームですね。ガンバ大阪対川崎フロンターレの試合の配信ありますので、ね、約1時間ぐらいの休憩となります。はい、マダムの方がキープできてたね。まあ、別に相馬でも良かったとは思うんですけども、まあ、結局のところ、別にグランパスも解決したわけじゃないからね、この交代策、相馬とマダム交代しても。本質的な、根本的な問題はあまり解決してない。ただ解決策がないんだよね。パリンコさん、ありがとうございました。また遊びに来てください。明日のマリノスやりますか？やりますよ。13時からか。私が寝坊しなければやります。明日はそうですね、マリノス対ヴィッセル神戸と、浦和レッズ対ベガルタ仙台を一応予定してます。で、この後はあと3試合あるんだよね。17時55分からガンバ対川崎フロンターレで、23時過ぎからバルセロナ対アスアトレティコで、日付変わって1時半からマンチェスターシティ対チェルシーっていうような流れになります。では最後になりますが、この配信で最後になりますが、チャンネル登録と高評価、まだお済みでない方はぜひよろしくお願いします。では次の配信、17時55分スタートです。一旦休憩ということで、お疲れ様でした。エンディング、またね。